はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、まあ巨人が首位浮上という風な形になったんですけども、みんな冷静になって考えてみて。マジでやばいから。何がやばいかって、グリフィン、メンデス、大勢、中川、この4人ピッチャーいなくて首位浮上、帰ってきたらやばないっていう話を今日させていただこうかなという風に思っております。はいですね。今日はですね、今言った4投手、グリフィン、メンデス、中川、大勢。まあ、この4投手が、今1軍にいないという、まあ、普通で言ったら、危機的状況ですよね。なぜならば、まあ、グリフィン、メンデスなんかは、まあ、先発ローテ、まあ、確約というかね、されてましたし、で、大勢、中川投手に関してはですね、まあ、その、勝ちパターン、勝利パターンの、いわゆる、一角というかね、8回、9回を、まあ、担って、欲しいと言われてたピッチャーが、この4名がいなくて、どうやってジャイアンツ勝ってきたんって話だと思うんです。普通に冷静に考えてみんな。普通にやばない。7回、8回、9回の8、9いなくて、だって、ローテの2人ピッチャーおらんくて、どうやって勝ってきたんって話なんですけど、やはり、まあ、前の動画でも言いましたけども、まあ、抜けた選手がいれば、それを補う選手が、まあ、出てくるというところで、今年のジャイアンツというのは非常に層が、まあ、厚いんじゃないかっていうところをちょっとお話していきたいと思います。まあ、その、先発のグリフィン、メンデスっていうところはですね、まあ、グリフィンに関しては、右腹直筋の肉離れだったかなっていう怪我で、まあ、抹消しましたと。で、メンデスに関しては、中日戦かな、中日戦で、4回4失点かなっていうところを喫しまして、まあちょっとフォアボールを出したランナーを全て返してきたっていうちょっと内容の悪い投球だったんで、まあそれをね、ちゃんと見直してきてくれというところで2軍に、降格されましたと。で、じゃあその2つの穴をですね、じゃあ先発ローテ誰が埋めたんって話なんですけど、まあその堀田投手であったりとか、まあ井上投手、まあ横川投手とかもね、投げてましたし、まあ赤星投手とかもね、そのあたりで若い力で、その二人の穴っていうのをね、みんなで、魔の、9連戦かな、なんかあった時あったじゃないですか。あの時も、もうみんなでね、回して回してっていうところで、なんとかこうやりきって、やりくりしましてね、非常にね、いい形で、やれてるというところです。特に、やはり、ま、先発というところで言うと、ま、堀田投手ですよね。非常に、ま、今年に関してはもう素晴らしいと。初め中継ぎでしたからね。中継ぎでやってて、そっからね、ま、枠がやばいというところで、ま、先発に入ってきて、いいピッチングをして、で、それが続いているというところ。で、非常になんか僕は印象的なんですけど、ま、個人的に印象的なんですけど、非常にこのヒーローインタビューのね、受け答えとかも非常に好印象というか、非常に毎回課題をね、自分で、分析したりとかしてて、非常にね、そういったところもなんか、献身大人だったなというか、まあ僕一緒に被ってやってますんで、非常にね、なんか頑張ってるなというか、僕も頑張らないとっていうふうにね、思わせてくれるなっていうふうに思いますし、まあその、まあ赤星投手とかもね、まあ今現状結果はなかなかちょっとね、出てないというところはあるんだけども、まあ非常にまあ、いいピッチングはね、そこそこいいピッチングが続けられてるというのはありますし、井上投手もね、この間、ソフトバンク戦でね、4回パーフェクト。ちょっとね、凄すぎてね、僕ちょっと鳥肌立ったぐらいのね、ピッチングをしてくれたりと。たりとか、しましたしね、そういった若手で、グリフィン・メンデスの穴を埋めてったというところ。で、ちょっとメンデスに関しては、ちょっとね、まだ一軍に上がってくるっていう、メドというか、まだ記事では出てないんですけども、グリフィンの場合はですね、ちょっと、6月8日、土曜日、オリックス戦で、先発、するんじゃないかというような記事が出てましたんで、まあ、状態も、二軍の状態でも上がってきたっていうところで、復帰してくるというところで、まあ、このグリフィンがね、まあ、どれぐらいやってくれるかっていうところはあると思うんですけども、もともとやっぱり、去年もそうでしたけども、力があるピッチャーなんで、まあ、ある程度やってくれるでしょうっていうところで、まあ、そういうピッチャーが一人でも戻ってくるとね、またこう、熾烈な争いになってきますし、まあ、非常にね、また、巨人のね、投手陣のレベルっていうのも、また上がってくるんじゃないかなっていうところは感じております。
で、中継ぎ陣ですね、大勢中川というところをちょっと見ていきたいんですけども、まあ大勢投手はね、ちょっと右肩の違和感というところで、まあ抹消されましたと。まあちょっと肩というところが、ちょっと危ないというか、怖い場所ではあるので、まあ杉内投手もね、コーチもね、まあ10日で戻ってくるかもっていうところ、10日で戻ってきて、くれたら、みたいな感じのコメントは出してましたけども、ちょっとね、長引いておりますと。やはり、まあ、肩というところで、まあ、慎重になってるっていうところはあるかなというふうに思います。で、この間記事を見てますと、まあ、31日、うん、まあ、3日前、およそ3日4日前かな、に、片膝立ち、キャッチャーが片膝立ちで、ブルペンを15球投げたという記事をね、見ました。はい。で、じゃあ実際片膝、キャッチャーがね、片膝で立って取るブルペンっていうのは、リハビリテーションの中のどれぐらいの進捗度なのかっていうところをお話しすると、まあ、20とか 30% じゃないかなっていうふうに思います。まあ、人によって、ピッチャーによって、まあ段階はね、多少前後するところはあるんですけども、だいたい片膝のブルペンがあって、で、次、もう一回ぐらい片膝ブルペンをやって、まあ、人にもよりますよ。で、座りのね、キャッチャーがちゃんと座ってのピッチングをすると。で、何回か、2、3回ぐらいはブルペンは入ると思うんです。で、球数を増やしたりとか、その中で強度を強くしたりして、で、それで、ようやく、シートバッティングというような流れになります。実際にね、野手と、対戦をして、まあ、まあ、バッターの数もね、その時によってちょっとは変わりますけども、大体まあ、5、6人、7、8人ぐらいをね、まあ大体30球。まあ、大勢投手はまあ、1人、まあ、中継ぎのピッチャーなんで、まあ大体30球ぐらいだと思います。30球ぐらい、まあ投げて。で、まあ、シートバッティングを1回ではね、多分ね、肩なんでちょっと怖いんで、終わらないと思うので、まあ多分2回ぐらいはやると思うんですよ。シートバッティング2回、2、3回やって、で、まあ多分ファームの試合に投げて一軍っていうところなんで、ちょっとね、まだ片膝立ちっていうところで、まあ進捗度で言ったらまあ 20% とか、ぐらい、20-30% じゃないかなっていうところ。あと、リハビリテーションね、進捗度としては 20-30% かなというふうに思います。だからね、まあ、焦らずにというか、まあ、ちょっとね、ゆっくり、待ちましょうというところではありますと。まあ、ただ、大勢投手の代わりに、今、守護神を務めております、バルちゃんね。素晴らしいよね。僕、ちょっとね、皆さん覚えてると思うんですけど、ソフトバンクの時のね、あの投球はもう、えげつなかったよ。マジで、ちょっと、鳥肌もんというか、ちょっとなんかね、もう、気合バチバチ入っとんなぐらいの、投球を見せてくれたんで、僕、あのピッチングは多分ね、マジで、多分3年後でも忘れないかなっていうぐらいのピッチングをしてくれたんで、やはり、まあね、大勢投手、絶対的守護神抜けましたけども、そこをね、しっかりバルドナード選手が、しっかり担ってくれてるというところで、やはり層の厚さですよね。で、中川投手も、4月14日に抹消されましたと。左膝ね、開幕時からまあちょっと違和感というか痛かったんだけど、まあ責任感もあるし、投げれるというところで投げてましたが、まあ8試合投げて、0勝2敗、まあ5ホールドを上げてますけども、防御率は 9.00 というところで、まあ本調子からは程遠いというところ。で、今8回とか誰投げてんのって話なんですけど、まあ、まあいろいろ投げてますよね。高梨投手だったりとか、まあ大江投手で繋いだりとか、まあいろいろしてますと。だから、すごいよね。うん、だからあんだけね、僕、オフ、中継ぎ陣補強して、補強めっちゃしたなって逆にしすぎちゃうかぐらいやったと思うんです。だけど、まあ結果的に見たらその補強が良かったというか、まあ入ってきたね、泉投手とか、まあ、馬場投手とか、近藤投手とかね、ケラー投手とか、まあ、今、近藤投手かな近藤投手と、まあ、馬場投手はまあ、一軍はこの間上がってきましたけども、まあ、馬場投手じゃない、近藤投手に関してはまだ一軍の登板がないという、レギュラーシーズンでね、ないというところで、まあね、夏場苦しい時に、入ってきてくれるかなっていうところはあるんですけども、やはりそれだけ補強してるっていうのがあるので、やはり、数に余裕があると、やはりね、マシンガン系統じゃないけど、その、ある一定の人をバーって使うみたいな、
こともね、酷使することも、多少ね、なくなると思いますし、非常にね、みんなでこう支え合ってるなっていう感じがするので、非常にね、いいピッチングができてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、これ忘れちゃいけないんですけど、ちょっとね、この先ほど言った4人には入ってないんですけども、皆さんお忘れかと思います。忘れちゃダメなんですけどね、こう菊池投手ね。はい、去年ね、もうバリバリ回ってくれました、菊池投手。二軍でね、今ね、12試合で、防御率 0.77、2勝1敗、ウィップ 1.20 というところで、この間ちょっとファームで投げてる試合見ましたけども、球威もね、めちゃくちゃ戻ってきてるし、これね、多分ね、もうちょいしたら上がってくると思うよ。うん、だから、ちょっと、誰を下げるかなっていうところだと思うんですよ。もう、右で言ったらね、非常にいい投手がいっぱいいるので、もう誰を下げるのかっていうのはちょっとね、迷いどころではあるんですけども、まあ、菊池投手ね、こんだけ2軍で投げてましたら、間違いなく上がってくると思うので、今言ったグリフィン、メンデス、大勢、中川、菊池、この5人とかが帰ってきたら、もういよいよ巨人優勝ちゃうかっていうふうに思ってるのは僕だけでしょうか。はい。ってな感じでね、今日はね、まあ、この4人がいなくて、巨人が首位かっていうところに関してお話してきましたけども、実際結構すごいと思うんです。うん。こんだけね、主力のピッチャーたちが抜けてるのにもかかわらず、しっかりバッテリーを抑えてるし、で、最近打線もね、ヘルナンデスが入ってきたりとか、立岡さんが支配下入って、非常にいいつなぎをしてくれたりとか、丸選手がね、いい形で一番やってくれたりとかっていうことをしてますから、非常にね、打線としても、ちょっと上がってきたっていうところはあるので、まあ打線としてもね、坂本、秋広、大城、門脇あたりがね、もうちょっと上がってきてくれたらね、非常に面白い。まあみんなが調子いいか、時期が被るかって言ったら、なかなか難しいとは思うんですけども、まあそういったところをね、上がってくるとですね、ピッチャーも、先ほど言った4枚、5枚がまた上がってきて、で、今言った4人ぐらいがまた打撃が上がってきたら、もうこれ、今年優勝も見えてくるんちゃうかな、っていうふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。